おい、踏みを、岸田文みこの、日本の現職総理大臣の岸田文み広島県出身の岸田文みお前何やってんだよ。どうしちゃったんだよ。むちゃくちゃ腹が立つよ。俺たちロスゼネ世代に500億円ぐらいポンと渡してくれよ。なんだよ、国際研究に500億円って。別にいいよ、それは。それで。財源はどうしたんだよ。いつもいいじゃないか、なんか。 財政出動するときには財源が財源があって。なんで外国にいい顔するときはこうやって財源論がないんだよ。スッと渡せるんだよ。国債切ればいいんだろ結局国債償還のルールなんて合ってないようなもんじゃないか。日本だけだよこんな感じにトンチンかなことやってるのは。知ってんだろそんなこと。ロスジェネ世代にポン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 、500億1兆2兆とポン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 出せば、まあ許してやるよ。なんだよ。俺たちは無視かよ。何やってんだよ。 俺、今度、ラ、ハローワーク行ってな。実態調査してやろうか。ハローワーク行って、50歳の、実はユーチューバーが、就職できるかどうか。ね。どういうことだよ。ロステネ世代は。どうなってんだよ、これ。500億円と言わないよ。俺に1億でいいからくれよ。ちょっとゲップ出そうだよ、この野郎。もうあんまりにも腹、立 <laughs> いゲップ出そうだよ。朝食今食べたばっかりだから。もうとにかくお前、お前、岸田お前、同じ広島県で、俺たちの姿見てんだろ。お前の演説会、俺応援に行ったよ。 行くんじゃなかったよ、もうこの野郎。何やってんだよ。むちゃくちゃ心配だよ。お前、広島行来た時に、なんかあれ襲撃されるんじゃないのか、誰かに。こんなね、ロツゼネ世代に恨みを買って、黙ってる奴らばっかりじゃねえぞ。まあ俺はこうやって喋ってるだけだけど。いや、もう怖いぞ、これは。うん。なんか安倍総理のこともあったんだからさ、ちょっと、ね、背筋が寒くなるような思いもすんじゃないのか、これは。それからさ、あの、何ブルーリボンつけてるじゃん、スーツに。これ見よがしに。 俺、もう拉致被害者のこともどうでもいいと思ってんだろ、この野郎。もうなんだよ、拉致被害者なんて。お,お前、身内が拉致されたらどうどうするんのもう口が回んなくなってきたよ、なんかいい加減。お前の家族が拉致されたらどうすんだよ。ねえ。一国の総理大臣といえば国民は我が国も同じだろ。拉致されてんだよ、お前。どうすんだよ。なんとも思わないのかよ。自分のメガネばっかり新しくしやがって。今度メガネ税導入するぞ。何やってんだよ。